気持ちはするわけでございます。最後になりますが、それでは大変お待たせをいたしました。谷垣総裁のお話をぜひとも最後までお聞きいただきたいと思います。終わりましたら皆様のところに拍手に回りますので、その説明よろしくお願いいたします。先生よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました自由民主党総裁の谷垣貞一です。今年は大河ドラマで越後の生んだ上杉家、そして直江兼続、こういった方々が取り上げられまして、越後の生んだこの義に厚い日本人の伝統、こういうことにも光が当たったわけであります。新潟へ伺ってその雰囲気にも触れたいな、こんな思いで今日はこの新潟に立たせていただきました。もう師走に入りまして、大変皆さんお忙しい中にもかかわらず、こうして足を止めて耳を傾けていただいております。心から御礼を申し上げたいと思います。私ども8月の選挙で皆様から大変厳しいご批判をいただきまして、結党以来の大敗北、野党となったわけでございます。この新潟県でも優秀な私どもの同志を数多く失いました。誠に申し訳ないことでございました。胸に手を当てて反省をいたしますと、ああもうすればよかった、こうもしなければいけなかった、たくさんございます。しかし再起に向けて立ち上がるときに何が必要か、自民党の原点は何なのか、このことを考えますと、昭和30年に自民党を結党いたしましたときの立党宣言の一番最初の出だしは、政治は国民のものである、こう書いてございます。私どもはここに帰らなければいけないと思います。もう一回自民党の政治家が地域地域に分け入って、そうしてその地域で根を生やし、そして根を生やそうと頑張っておられる方々と心の絆を太くしていく、そういう努力を怠ったら自民党の再生はない。私どもは全力を挙げてそれをやり抜きたいと思います。自民党の再生にどうかお力をお貸しいただきますように、まず心からお願いを申し上げます。そして今日、先ほど県連会長がおっしゃいましたように、急に来るというんでびっくりした、今日は県議会の初日でいらっしゃる、実は明日でこの鳩山政権ができまして初めての国会が終了いたします。そうして極めて強引で乱暴な国会運営をして、いろんな問題を隠したままこの国会を終わろうとしている、何としてもこの実態を皆様に申し上げまして、そして私どもの戦いにご支援を賜りたい、こう思いまして、急遽この新潟に参らせていただいたわけでございます。9月の16日に鳩山政権ができました。そうして一月以上経った10月の26日に国会が開かれたわけであります。そしてこの国会は36日間、11月の30日までが当初の会期でございました。しかし与党の皆さんはたくさん法案も用意している、条約も用意している、私どもは36日間では無理ではないかと申し上げたんですが、いや大丈夫だということで、しかし最初の法案の採決になったらもう時間がないから、強行強行、こういうことで出てこられました。私どもは本来野党であるならばそれに反発だけしている、そういうわけには自民党として参らないなと思いました。実は今心配なことがいくつもございますが、まず今心配なことのいくつかを最初に申し上げます。まず今の景気、政府はデフレ宣言をなさった、そこに急激に円高が襲ってきた、雇用は大丈夫なのか、皆さんが苦労しておられる、どうしていくかって、これが第一です。それから2番目、日米間の外交関係、日本にとって一番基本でございます。にもかかわらずその中軸である日米安保条約の要にある沖縄の基地の問題、閣僚たちの発言がまちまちでございます。どうも日米間
外交関係もおかしくなりつつあるのではないかという不安がございます。そして連日のように報道される鳩山総理あるいは小沢幹事長の政治と金の問題、やはりこういうことがあるならば私どもは国会でしっかり論戦をしなければいけない。ですからある意味では私たちは政権に助け舟を出したつもりでありました。確かに36日の最初の会期は短かった。しかしこういう問題をしっかり議論するために党首討論をおやりになり、そして衆議院の予算委員会で集中審議をし、また参議院の総括、参議院の決算委員会の総括質疑で各閣僚が出ておいでになって、こういう問題をしっかりする日程を組むんなら、我々は会期延長に賛成をいたします。そのためには12月の18日ぐらいまで国会を延長されたらいかがですか。私どもはこのような助け舟を出したわけであります。ところがわずか4日間12月4日まで会期を延長する、そして党首討論は受け入れられない、予算委員会の集中審議もやらない、参議院の決算委員会の総括質疑もやらない、こう言って押し切って来られたわけであります。私はまず結論をパーンと言ってしまいますと、これは鳩山さんの政治と金の疑惑を隠すためのそういうことなのではないか、残念ながらこのように申し上げざるを得ない、このように思っているわけであります。ですから私どもはこういう乱暴なことをされる限りはこの国会与党に協力するわけにはいかない、こう言って全国にこのようにお訴えを申し上げているわけであります。今の論点をもう少し詳しく申し上げたいと思います。まず最初に沖縄の問題でございます。今さら私が申し上げるまでもなく、日本の外交の基本は日米韓、この協調でございます。その要にあるのが日米安保条約である。そしてその一番のポイントは沖縄にいる在日米軍の存在でございます。しかし沖縄ばかり基地があるのは負担があまりにも沖縄県に重いだろう、どこかこの普天間の基地を移転できないかということを長い間議論して、名護の沖、辺野古沖に移転をし、そしてかなりの部分の海兵隊はガムに行っていただこう、そういう計画を立てたわけであります。ところが鳩山さんは何の具体的なプランもおそらくお持ちになってないんでしょう。県外の移転をしたいということを模索をされ、聞いてますと外務大臣岡田さん、あるいは防衛大臣の北沢さんはそんなことは無理だとお思いになってるんでしょう。やはり県内で今までの案がいいかのことようにおっしゃるんですけれども、それをおっしゃると鳩山さんが引き戻すということがずっと待ってまいりました。私はそんなことをぐずぐず続けていたら日米間の信頼関係は崩れてしまうと思います。日米間外交関係が難しいのはこういう安全保障の問題でも相互の信頼関係が揺らいでくると、必ずそれはまた経済や貿易の問題に波及してくる。今までそういう経験を私どもはいたしました。今回のこの鳩山政権の異なる扱い方が日米間のもっと大きないろんな問題に波及してくるのではないか、そうさせないためには鳩山さんは年内にきちっとこの問題の処理の方針を閣内をまとめておやりにならなければいけないと思います。そしてそれが政治主導とおっしゃるなら、政治主導の最後は国会できちんと議論をすることでございます。鳩山さんは方針をしっかりお立てになって、今からでも遅くはない、国会でこの日本の外交関係の基本について議論をするんだ、お示しにならなければいけないと私は思います。そして2番目の問題は経済でございます。実は今回今おそらく新潟でも皆さん自分のお仕事明日はどうなるんだ、雇用はどうなるんだ、ご心配だろうと思います。残念ながら私は今回
ようやく持ち直しかけていた景気、皆さんが今ご心配をされているのは鳩山不況といえるような面があるのではないか。総理大臣の名前を上に返して下に不況という文字をつけるのは野党党首といえども残念だな思わずにはおられないわけであります。私どもが政権におりましたときは平成21年度予算が3月に成立してこの景気の状況は深刻だと考えたものですからすぐに補正予算の作成に取り掛かりました。その結果が14兆7千億の経済対策を打ち出しまして、その効果が少しずつ少しずつ現れて、まあ持ち直したかなというところに来ていたと私は思います。ただ4月の当初にこの第一次補正を通しましたときに私たちもこの景気の深刻さから来るといつまでもこの我々の案だけでは続かないかもしれない、秋あるいは年が押し詰まったらもう一回第二次の補正予算で支える必要があるかもしれない、まだ口に出しては申し上げませんけれども経済政策を立案していたものはみんなそのような想定をもとに作業を進めていたわけでございます。ところが鳩山さんが政権をお取りになって私たちのこの作ってまいりました景気対策、不要不急のものがあるということで執行停止、こういう挙にお出になりました。この執行停止されたというのは実は無駄を削って執行したとおっしゃっておりますが何のことはない、まだ執行が済んでないものをとりあえず執行を止めた、こういうことでございます。で今さすがに政権の方でも新たな経済対策を作らなければいけない、こういうことで監査をはじめいろんな発言が行われております。私そこで今菅さんたちがおっしゃっていることを伺いますと、私どもの作ったものその執行停止で止めているものを化粧直しをして若干違った顔にしてもう一回出してこようか、こういうふうにされているように見えるわけであります。このことが何を意味しているか、結局自民党が政権時代に考えていた景気対策の打ち方、そのカレンダー、それが半年後にずらしたそういう形になっているわけであります。このことが今の冷え込みの背景にあるということを私は声を大にして皆様にお訴えをいたしたいと思っております。そしてこういうことを申し上げますときにやはり円高についても指摘をしておかなければならないことがございます。確かに今度の円高は円高というよりドルが弱くなったこのドル安であるという色彩がたくさんございます。ですから日本だけで対処を考えても難しいことがある、私はその通りだと思います。しかし当初円高が進んでまいりましたときに一部の閣僚があたかも円高を容認するかのごとき発言をされたことが円高基調のこの定着に私は手を貸したのではないかとこのように思っております。そしてもう一つ、日米間が本当にしっかりしっくり言っていないなというこの海外のマーケットも含めてそういう見方があるものですから、このいろんな問題を深刻化していくのに手を貸したと、こういうことは私は否定できないだろうと思っております。そして今あちこちで仕分けがいいのか悪いのかというような議論がなされております。確かに私が拝見しましても公開の場でああいう仕分けをする図柄だけを見れば大変面白いな、私も思います。しかしここが無駄だあそこが無駄だという背景に無駄であるという哲学は何なのか、今も多くの方が講義をしておられますがスーパーコンピューター世界一の技術を目指して頑張るというようなことは無駄なのか、あるいはオリンピックで一生懸命頑張る方をバックアップするこれが無駄なのか、考えようによっちゃ無駄でしょう。すぐスーパーコンピューターが我々の生活にすぐ響くわけでもありません。
あるいはオリンピックでメダルを取れなかったとか言って、私たちの所得がすぐに低くなるものではありません。ただ、こういうふうに効率一辺倒、あるいは儲かるか儲からないか、そういうことだけで決めていったときに、社会というものがそれだけで成り立っているのかどうか、私が申し上げたいことは、全体像をどうしていくのか、日本の国をどっちに鳩山政権は引っ張っていこうとしているのか、その柄をもう少しはっきりお示しにならなければ、なんともならんぞということを申し上げているわけであります。経済対策一つをとっても、このことは菅さんの国家戦略局が機能をしていないというところに明確に現れております。私どもが政権を取っておりましたときは、経済財政諮問会議というのが経済財政政策の司令塔でございました。そこでやったことについてはいろいろ賛否議論はあると思います。しかし小泉政権のときには竹中さんという方が司令塔であったことは、これは間違いないです。それからつい最近では与謝野さんが司令塔として、いろいろ地方の疲弊や何かについても目配りをしてやっていこう、頑張られて、こういう司令塔がいないようでは、私はとてもうまくいくはずがないだろうと思っています。それからもう一つ指摘をしておかなければならないことは、鳩山政権になってこういう経済対策で日銀と政府の足並みが必ずしも十分ではなかったということは指摘をしなければならないと思います。さすがにそれではまずいとお思いになって、鳩山さんも日銀の総裁と会談をされる等々して、ようやくまあ少し動き出したかな、これは国民の立場に立てばよかったなと思うわけでありますが、こういったこの政権運営全体の構造を我々は問題にしなければいけないと思っております。野党党首としてはあんまりにも拙劣ではないか、間違っているではないか、こういうことを否定し、こういうことを指摘したい、こういう気持ちは私に大いにございます。しかし私も国民の一人でございます。こういう非常に厳しい中で皆様がご苦労されておられる。私の友人の高等学校の校長は、自分のところの就職、来年3月の卒業予定者、就職希望者の就職がまだ3割にいっていない、こういうことで悩んでおりました。やはり雇用をどうして作るか、全体像を考えていただかなきゃいけない。私もこういう国民の一人として考えるならば、なんとか鳩山政権ちゃんとやってくれ、こういうふうに申し上げたいという気持ちもあるわけでございます。私は先日早期に補正予算をやるべきだ、それからこの円高の問題では直ちに日本が主導権を取って国際会議を呼びかけるべきだ、こういうことを申し上げました。ようやく動き出してきたようには思います。しかし絶対の司令塔をはっきりさせる、このことをおやりになる、私はアドバイス申し上げたいと思います。そしてもう一つは、やっぱり今年は予算を組むのも厳しいですよ。税収も落ち込んでくる。じゃあだからといって無際限に赤字国債を発行するわけにもいかないでしょう。今議論をされているのは国の財政、国の予算の組み方が主に議論をされております。しかし地方税収も同時に大きく落ち込んできております。そして国税収入が落ち込めば地方交付税の原資も大きく減ってまいります。地方財政まで目を及ぼしたときに、今年はどうやってこの年末にきちっと来年の予算を組んでいくか、大変な厳しい状況、私はそこでお乗り切りになるためには中長期のやはり経済の見通しを、そうして財政の見通しをはっきりお示しにならなければいけないと思います。来年にそれを設定する、こういうふうにおっしゃっておられますが、来年では私は遅いと思います。今年の予算編成時に合わせて中長期のそういう計画、そういう方向性をきちっと示しておられることが、置かれることが私は必要だろう。そうでないとマーケットが不安に思って暴れ出すというようなことも
懸念されないわけではないわけであります。そして補正予算経済対策を打ち上げられるときに私はいくつか申し上げたいことがありますが、即効性のあるものにも、つまりすぐに効いてくるものにも十分意を用いてやっていただきたいと私は思います。鳩山さんはコンクリートから人へと言って、あたかも公共事業が悪であるかのようなご発言をなさっております。しかし公共事業が今でも地方の雇用を作る役割を果たし、そして景気の下支えをしている、こういう面もあるんです。これを全部悪だとみなしてやってしまうと、多分私はなかなか経済の回復は見込めないだろう、このように思います。そういうあたりを含めて私どもはもっと成熟した政治運営を与党に求めたい。そしてそのためにはやっぱり国会で、鳩山さん今からでも遅くはない、こういった経済の議論をどんどんやって、私たちの経験や知恵も提供できるものは提供しますよ。ぜひそれをやっていただきたいと思います。そして最後に申し上げたいのは政治と金の問題でございます。やはり政治は国民の皆様から信頼されて初めて政治も動いていく。私ども自民党政権も率直に反省をいたしますと、政治と金の問題でいろんな苦労をいたします。そして政治と金の問題で国民の皆さんに信頼される仕組みは何なのかということで努力を積み重ねてまいりました。そういう目から見ますと、新しい期待を担って登場された鳩山さん、そしてその経験のその政党の要である小沢さん、連日のごとく報道されている、あれは一体何なんですか。私は細かにいちいち鳩山さんの問題を申し上げるつもりはありません。しかし一人当たり26,000円の子ども手当をお出しになるということでいろいろご苦労されているようですが、5年間で9億を超える子ども手当が鳩山家にある、驚き以外の何者でもありません。私はこの問題は見る方によってはいろんなことをご覧になりますね。それはご家族の金なんだから、そりゃ使ったっていいんじゃないの、そういう方にも中にはいらっしゃると思います。だけど私は違うなと思います。お金持ちは自分のお金だから何をやっても政治ができるんだ、こんな風にしたら日本の民主政治はめちゃくちゃになってしまう。そしてまたお母様から出たのかどうか私はよく知りません。苦労されている皆さんが、例えばお子さんに自分の事業を承継させたいったって、贈与税や何かの問題でいろんなご苦労がある、ご経験の方もこの中にたくさんいらっしゃると思うんです。あれだけの援助があって贈与税を納めておられない、これは私は政治資金疑惑に名を借りた実は脱税疑惑なんじゃないか、私はこのように感じております。こういった問題も鳩山さん、そして小沢幹事長もきちんとご説明をなさることが肝要ではない、これも今からでは遅くはない、私はこのように申し上げたいと思います。自由民主党は野党にはなりました、野党にはなりましたけれども、相手のすねを蹴るようなことだけ言って国会論戦をするつもりはございません。やはり私どもは野党になっても自民党は国民生活に目を向けてきちっとした議論をしているな、皆さんに思っていただいて初めて再生があるんだろうと思います。私どもは政策の基本にやっぱり我々は生まれ育った地域、そうして自分を育んでくれた家族、そして先輩たちが永遠としていい伝統を残してくださった我が国の歴史や文化、そういったいいところを引き継いでいこう、家族や地域社会を大切にしていこう、自分の住んでいる地域を少しでもいいところにするように汗をかこう、これが自民党の政治の一つの基本だと思います。それからもう一つの基本はやっぱり日本はありがたい国です。どこへ行きましても
家族のため、あるいは自分の住んでいる地域社会のため、職場の仲間の友情のため、汗をかいて頑張ろうという真面目な方がたくさんいらっしゃいます。自民党の政治はこうやって汗をかいて頑張るんだ、こういう方々の努力を一番基礎に置いて大事にする政治でなければならないと思います。そしてその上に共に助け合う世界、家族が助け合い、そして地域社会で助け合い、コミュニティが崩れてくるということになれば、NPO やボランティアが助け合う、こういう世界があって、さらにその上に、それでもうまくいかないときは、やはり政治が皆さんからいただいた税金でもって、しっかりやっていく、こういう自らが助ける、共に助ける、公が助ける、こういうバランス強い政策を作っていかなければならないと思っております。私どもが今一番不安に思っているのは、子ども手当というのは、一つ例を取りますと、確かに少子化対策としては思い切ったものでしょう。だけれども民主党の方や、あるいは社民党の方は、子どもは社会で育てるとおっしゃるんですよね。私はそれは社会で育てなければならない面もあるでしょう。だけれども、一番は子どもは家族の中で、家庭から育ってくるものだというふうに私は思います。そこを忘れちゃいけないんじゃないでしょうか。そして私たちは自分たちだけで子どもを育てられるという、そういうゆとりを持った家族もあります。そうでない方も、ゆとりを持った方にまで子ども手当を差し上げる必要は必ずしもないじゃない。そういうことをやりだしていくと、今の厳しい財政の中でいくら税金をいただいても賄いきれない。一度ベルリンの壁が崩壊して、負けたはずの社会主義的な政策がいつの間にか忍び寄ってくるのではないかということも十分注意をしておかなければならないんだろうと思います。そういう基本的な考え方のもとに、私どもは力いっぱい仕事をしてまいりたいと思います。どうか自由民主党は国会で堂々の論戦を行って、必ず再起をいたします。どうか皆さんの温かいご支援を、そしておめだるいことがありましたときは厳しいご叱責を賜りますように心からお願いを申し上げました。国会の終盤での私どものお訴えとさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。谷垣総裁、ありがとうございました。現今の政治情勢について詳しくお話をいただきました。これからも自民党は一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもどうもありがとうございました。冷たい手ですみません。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうも頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞよろしく。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます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 。